します。円安が進んで iPhone が値上げしそう。マジマジで早く携帯変えたいね。今日は半袖でいます。シャツ多分寝るときはあれですけど。レディーズ公演の準備は順調、順調だと思います順調だと思います。はい、もうね締め切ってしまったので当落はいつなのか分かりませんけど、皆さんが当たることを、あ、明日なんだ、わあドキドキだね。グループラインが動いてると聞いた動いてます、動いてます。はい、みんなでいろいろ考えながらやっております。パルコはね、あ、今日行ってきたんですけど、あのサンリオの、 あの5月5日にサンリオハローミュージック、やばい正式名称ハローミュージックフェス合ってる、ハロフェスっていうの略してが、5月5日にねダイヤモンドホールであるんですけども、それのコラボグッズ、ポップアップがね、名古屋パルコ東館かな B1 階にあるんですけど、そうポップアップをね開催しているので、ちょっと今日遊びに行ったんですけど、今日はリガちゃんとミオと3人で行ったかな。はい、ハローミュージックフェスティバルだね。そうグッズがいろいろ売られていたり、そしてあのなんかねすんごい大きく、なんかあの今回のシングルの愛のホログラムの、そうなんていうの、アーシャが載ってたので、そこにサインを書いてきましたので、皆さんぜひお時間がある方は5月6日までかな、だからハロフェスの次の日まで、はい、まあ、ぜひねハロフェス当日にでもちょっと寄って覗いていっていただければなと。そう衣装も置いてありますので、その今回シングルの衣装が2つ置いてありますので、ぜひそれも見に行ってみてください。チーカーとプリキュアのスター見たあのあったね、そうすごい賑やかでした。ぜひ見てください。そう今日は行ってきました。はい、グッズはねちょっとランダムなので、はい、ちょっとね自分の推しを引き当てるのは難しいかもしれないんですけど、ぜひ皆さんの運で運試しに行ってみてください。そうハローフェスが終わったらナーディー2もありますしね、とっても楽しみです。あ、そして多分今日発表されてたと思うんですけど、はい、ハロフェスと 7D2 の間になんと FC 岐阜の試合がね5月6日にホーム戦があるんですけども、はい、今シーズン初です、私行くの皆さんお待たせしました、すいません、ついにですやっと行けます。はい、本当に申し訳ございません。はい、ついにです。もうとってもそれも楽しみで、ゴールデンウィーク明けはとても楽しみなことがいっぱいなので、はい、
嬉しいですね。はい、ぜひその6日もねお待ちしております。はい、ゴールデンウィーク世間で言うと最終日なのかな、多分最終日だよね。そうだね。はい、ぜひお待ちしております。でも確かねナイターなんだよね、ちょっと遅い時間なんですけど、ぜひお待ちしております。そう、雨予報なんだよ。あとそう、雨なのよ。そこちょっとなんとかしたいね私の力ではちょっとね、はい、なんとかね。しかもメンツも K2 面なので、はい、ぜひお待ちしております、はい、そう、みよみきと一緒でございます。私晴れ女だと思う私晴れ女だと思うとか言って、そうなので、ちょっとなんとかして晴れてほしいなと思います。はいね、月火と結構天気悪い気がします。はいね、ゴールデンウィークは晴れてほしいよね。サイリウムカラーからして太陽みたいな色してる。そうだよ、そうなのよカマダさんに近づけなければ、うん、そうね、近づかなければね。そう、なので5月も楽しみなことでいっぱいです。今日はすごい人が多かったね、どこ行っても。そう、パルコもすごい人いたし、そう、まあ今日お休みの人もいますからね、すごく人が多かったです。とっても、ね、平日なのに、必須なのに人が多い。そう、びっくりした。なんでこんな人多いんやろって思ってたら、あ、もうね、世間では休みの人もいるかと思いつつね。どうも嬉しい。私、あ、そうだね、今日は中日どうでした？中日はどうだったかな。負けたの？あー、ちょっと頑張ってほしいね。カレンダー通りです。カレンダー通りのね、生活の人がほとんどかな。私もちょっと行きたいね、そろそろ。ドームのご飯も美味しいしドームのご飯も美味しい。あ、そう、エナとクマさん行ってたね。ちょっとエナかクマさんに聞いて一緒に行けたらなと思います。そうグルメメイトじゃないですよ。もちろん行ったらご飯も食べるよねって話。ドームのご飯でおすすめ何？え、そんな私詳しくないよえ、なんかわかんない、毎回なんか丼みたいなやつ食べてる私は。はい、めっちゃ美味しかったな。多分なんていうの、選手が考えたやつとかを食べてるから、まあその時によるんじゃないかな。
ね、多分毎年違うだろうし。ね、ちょっと中日の応援に行きたいね。今何度なんだろう、外今の気温。なんかこのぐらいの気温がちょうどいいかもしれない。本当にずっとこの気温であってほしい。ね、涼しいぐらいがちょうどいいですね。連休後半暑くなるの？ね。5月ですから、カレンダーも皆さん変えなきゃですね。カレンダーも変えて、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。4月はあと5分、ありがとう。どうだね、ぜひ SK のカレンダー持ってる方は変えてくださいね。そうだね、あと今日は、あ、今日はじゃない、今日でドンさんがね卒業されますのでね、とっても卒業声も素敵でしたし、ドレスも可愛い、隠れミッキーがいたのすごいなと思って。そう、ぜひドンさんのインスタ見てみて、隠れミッキーいるから、ミッキーとミニーちゃんが衣装にねいるから見てみてください。めっちゃ可愛いね、という間ですね、本当にね。あと2か、またまだ2ヶ月かとか1ヶ月かって思ってたけど、あっという間に来てしまいます、本当にね。ね、ドンさんとはね、またどこかでね、テストなのでね、またどこかで会えたらいいなと思いますけど、お仕事とかで。ありがとうございます。779です、ありがとうございます。明日780ですね。780ですね。来月も皆さんよろしくお願いいたします。ありがとう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。5月中に800日、そうだよね、そりゃそうかね。どんくらいだろう、ん、今80、20日か19日で順調でいけば800日ってことかな。ね、そのぐらいだよね。ね、
月は幕張で会える。そうですね、明日の正午まで5月11、12、これはあれか、愛知スカイエキスポなんですけど、はい、通称と撮影会が締め切りが明日の正午までです。で25、26に幕張メッセであります。こちらはまだ締め切りまだなんですけど、こちらもありますので、ぜひ5月はね、名古屋も東京、まあ幕張か、幕張でも皆さんお会いしましょう。それでは皆さんありがとう、おやすみなさい、またねー。